はい、皆様こんにちは、なるみんです。今回の動画はですね、うちの隊長が先日公認パトロールの試験に合格しましたので、そのお祝いに私が長野県で有名なパティスリー平野さんのいちごロールケーキを買ってきたので、これから仕事中の隊長にサプライズで渡したいと思います。このロールケーキ、私ついでに今回の公認パトロール試験のどのような感じだったのか聞きたいと思いますので、皆様最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは行きます。はい、それでは会長のところに行きたいと思います。ちょっと待ってくださいね。会長、公認パトロール合格おめでとうございます。ありがとうございます。これパティスリー平野さんからの、カナハじゃないや、ロールケーキをお土産で、お土産合格祝いにお持ちしましたので。マジっすか。どうぞどうぞ。やば、ありがとうございます。はい、やった。それで隊長、今回公認パトロール試験がどんな感じだったのかお伺いしたいんですけれども、はい、よろしいですか。ちょっと長くなるよ。しょうがない。いい。しょうがない。はい、尺がボコガーンってなってる。じゃあ区切るわ。じゃあちょっと開けていいですか。はい。パティスリー平野なんだったら、なかなかの有名どころを買ってきていただきありがとうございます。とんでもね。おお、見ます、見ます。マジこんなんいいんすか。すごいね、これこれやば、やばいっしょ。絶対ギギウマじゃん。うん、ありがとうございます。はい、やったー。わーい。じゃあまあ、じゃあ語らせていただきますか。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと移動してね。ですね、私は今回、3日間ね、公認パトロール、公認スキーパトロールの検定に行ってきました。会場はですね、福井県は九頭竜スキー場ということで、ここ志賀高原熊の湯からはですね、まあ車で、ゆっくりで5時間ぐらいねかかるところまでね、ちょっと足を伸ばして行ってきましたと。でその、検定で何をやったのか3日間もね、説明したいんですけど、まず、1日目は筆記試験がありました。あの集合がね、午後のね遅い時間でだったので、その1日目は筆記試験のみということでやったんですけど、その筆記試験がね、まあ難しかったんですよ。僕そのスキーのね準指導員受けてきたし、正指導員とかも受けてきて、筆記試験がねどんなもんなのかっていうのはある程度はこのスキー業界のは分かってるつもりだったんですよ。なんですけど今回の公認スキーパトロールのね筆記試験がね、なんと選択問題がないんですよ。よくほらこう文があって、その括弧に適切な語句を埋めなさいみたいな感じで、そのこの中からさ選べみたいなのがあるのよ。単語がポンポンポンあってさ、こう当てはめていくみたいな、そういうのをイメージしてたんだけど、まさかのもうその括弧にもう何も選択しなくても書くみたいなね形式だったんですよ。であとはその何々って、ね、説明しなさいみたいなさ、バーって書く系がね結構あったりしてね。まあ答案用紙が配られてこうスタートで開いた時にね、へやーってなったんですよ。もうやばいって。でもなんとかね、結構たくさん勉強してきたので、なんとか合格点に行けたという感じでございます。それでね、すごいなと思ったのが、会場が2会場あるんですよね。北海道と福井と。でその筆記試験が始まるのが夕方の5時17時なんですよ。で
まあ受験者皆さん結構早く始まってね、まあその時は50人ほどいたんですけど、もう16時45分ぐらいからね始められるもう状態にはなったんだけど、もうその第1会場第2会場同じ時間もうほんと1分も狂わずにその全日本から、送られてきた封筒を切らないといけないというあのルールがありまして、しかもその封筒を切る時に受験者3名の立ち会いがいると。なのでそのランダムで決められたビブナンバーの人が、3人呼ばれまして、前でその検定員の方が全日本からね送られてきた封筒を切る瞬間、今初めて開けましたって瞬間を立ち会ってやるんですよ。もうそこまでやるんだっていうぐらいね、もうとにかく情報は一切漏れないように、まあ試験をやると。まあやっぱりそのね人の命を取り扱う、まあ、パトロールの資格っていうのもあって、それぐらいやっぱり慎重にねやんないといけないんだなというふうに感じました。で、まあ、1日目はその筆記試験をやりましたと。で2日目は棒と搬送の試験と滑走試験やったんですよ。棒と搬送の試験は何をやるかっていうと、浅回りと大回りと、真下搬送、ポールがね立てられてて、そのポールをこう浅回りして、次に、ポールが大回り用に立てられてて大回りで行って、で最後ね真下搬送やるんですけど、結構ね浅回りと大回りは皆さん結構できたんだけど、真下搬送がやっぱレベル高いんですよ。どんなことを真下搬送やるかっていうと、結構な急斜面でポールがね両方にポンポンポンって立てられてて、その間を、まあ、横ずらしで滑ってって、で次のポールがあるところでこう切り返して、まあ、滑ってって、ポールがあると切り返して滑っていくんだけど、やっぱりその、まあ、傷病者役の人を乗せてね、やっぱり荷重負荷がかかってる状態でこう真下切り替えをこう適切にやるっていうのはかなりの練習が必要なもので、結構ねもう見てる感じそこで難しさをなってた受験者が多かったんじゃないかなと思います。でまあボート搬送はそんな感じで、滑走試験はねプルーク暴言と片開きプルークWe'll be right back.
ということでね、これが。やべえ、むずい。あ、まあいいね。ここら辺はね、男の料理的な勢いでいこう。全然料理じゃないから切るだけだし。いちごが落ちても気にするでない。そうそうそう、勢いが大事じゃ、こういうのは。間違いない。何等分になろうがいいのだ。余ったら他の部署の人にもあげるだけ。何も考えるな。そうだ、君ならできる。よし、いいぞ。今のところいい調子だ。いけてるいけてる。いちごが落ちても気にするな。オッケー。最後はじゃあデカブツということで、これに当たってたらラッキーというか、いいな、ね、端っこいいな。じゃあこれから取り分けていこうと思うんですが、最初はじゃあ副バトル大将大泉さんに、さっきのデカブツであげたいと思います。いいの。デカブツでしょ、やっぱり大泉さんには。包丁で取る、うん、包丁フォークでいける。包丁の、そうだね、こんな感じ。下、包丁を下にして。いや、こういうのなんかセンス出るから嫌なんだよな。うりゃ、あ、完璧、うん、じゃあ、大泉さん、ナルミンがくれたコンパと検定お祝いの、ありがとうございます。僕は受験も何もしてないのにいただいて、ありがとうございます。こんだけ大きいのはみんなでやっぱシェアしないとね。ありがとうございます。ぜひぜひ。なんかこれ、ちょっと大きい感じ。そうだよ、副パトロール隊長には一番でけえのずりーな。ご飯食べたばっかりだけどね、別腹がこうくぐって開いてきた。甘いものの別腹。やった、ありがとうございます。じゃあちょっと食べてみてもらうか。それさ、いちごのさロールケーキだけどさ、中にバナナも入ってるね。え、隠し味的な。よかったです。ナルミンすごいの買ってきたね。ありがとうございます。さすがでございます。ありがとうございます。では、あれだね。僕はこの落ちたイチゴも乗せてスペシャル系。カスタムしてやって。カスタム。
私のご予約をお祝いしていただこうかと。ありがとうございました。